匠って小さい頃から空見ることが好きだけどさ、元気なさそうな時に空見てることが多いんだよね。分かってた？そうかもしれないな。今までのことを思い返して少し納得した。そうかもな。俺でよかったら話聞くよ。なんか今日の匠いつも以上に元気がないし辛そうだったし。進路のこと、未だに方向性すら決められてない。さすがに焦るよ。周りのやつら見てると余計。僕の愛情、ハルトは？え？見てればわかるよ。朝テンション高いなって思ったけど、あれから元気でしょ。朝からハルトの様子に違和感があった。参ったな。ハルトはわかりやすいからな。入っちゃいなよ。今日はハルトらしくなかった。建築家が嫌いになったわけじゃないけど、本当にこれでいいのかって考えちゃって。前よりも建築家への憧れが薄れてきちゃったし、調べれば調べるほど違う気がして。そうだったんだ。難しいね。僕はそれ以外何も言えず、ただ二人で地下鉄に揺られていた。自分の将来を決めるのは自分自身だし、責任はその道を選んだ自分自身にある。また一つの選択の違いで将来が大きく変わることがある。だから僕らはひたすらに悩むんだと思う。地下鉄を降りて駅から歩いて約10分、ハルトが足を止めた。じゃーん、ここが新しい家です。閑静な住宅街にある一軒家。綺麗になったな。それに広そうでしょ。前のボロ屋とは大違いだよね。じゃあ入って。お邪魔します。中に入ると引っ越し直後とは思えないぐらいに片付いていた。下駄箱の上にあるオレンジと黄色の人形が目に入った。約20センチぐらいの猿のような形をしたもの。この人形をテレビのローカルニュースで見たことがある気がする。ハルト、この人形の名前知ってるか？ああ、それは確か小野くんっていう熊の人形だよ。ハルトが答えてくれた。そっか、熊なんだ。猿のように見えるけど。アホ、小野くんは猿。どう見たら熊になるんだか。東松島のお母さんが作ってんだよ。ハルトのお母さんだ。ハルトみたいに明るく面白いお母さんだ。ハルトのお母さん、お久しぶりです。お邪魔してます。久しぶりね、たくみくん。また男前になったんじゃない？少し散らかっているけど、ゆっくりしていってね。リビングに行くと、テレビの横に水色の小野くんを見かけた。この小野くんはね、震災後初めて東松島に行った時に里親になった子よ。かわいいよね。僕が小野くんを見ていたら教えてくれた。かわいらしいですね。靴下と綿ですか？そうよ。靴下の中に綿を詰めて作っているの。すべて手作りだから、大きさや形、色や柄は当然違ってくるけど、だからこそ世界で一つだけの小野くんだから気に入っているの。すごいと思った。多分この時、靴下でできた猿の人形に僕は興味を持った。今まで大して好きなことも興味を持つようなこともなかったこの僕が。僕はハルトとゲームをし、しょうもない話をして笑い、段ボールを片付けるのを手伝い、比較的良心的な時間に帰路に着いた。帰り道、ハルトの家で見かけた2体の可愛らしく、どこか面白い顔をした小野くんが、僕の頭の中を占領していた。僕は家に帰り、夕飯を食べお風呂に入ると、早々に自分の部屋に引きこもった。ストーブをつけて、机の上に乱雑に積み重なっている文庫本を本棚に戻す。ベッドに腰掛け、カバンから教科書を取り出す。今日はよりにもよって、数学も英語も課題が出ている。いつもはすぐに片付けるが、今日は一つの誘惑があった。小野くんについて知りたい。いや、それは課題の後回しにしよう。僕は眠くなるのが早い。課題をやる前に眠くなることは避けたい。いつもより少し早いペースで問題を解いていく。少々雑になってしまった気がするが、致し方ない。僕は1時間弱で何とか課題を終わらせ、
小野くんリサーチを開始した。